ないらっしゃい。フィルツーちゃん見たけど無理だって思ったそういう判断も大事です。ジュウくんこんばんは。今日も京都って11時頃やったって。お昼？今？今はちょっと早ない？白熊さんはいらっしゃい、いらっぽい。みなたん、みなたんいらっぽい。どこ置いとこ、なんか置く場所がない。ここに置いとこ。たかみーさん、スマイルくん、あっくん、まーいちゃんいらっしゃい。まーいちゃんログインボーナスありがとうございます。みなさんいらっしゃいませ、こんばんは。お元気ですか？元気じゃないと言っても元気を出せというだけです。タボーラ、 GoPro 欲しいなやって。 GoPro 欲しいの？なんかするの？ダニムサさんごきげんよう。スタートしました。共鳴、共鳴が出た。寒いからアイスでも。聞いてください、あの今日違うスーパーに行ったんですよ。ちょっと遠いスーパーに。したらなんと、なんとありました、チョコパイアイスが。チョコパイアイスがありました。2個買った。冬のボーナス入って、お、ひゆくんおめでとう。おいくら入ったんですかネギ焼きいいな。しりさんかばは、たまに9時過ぎに始めるから早めに風呂って入ったわすいません、バラバラの時間帯。プレゼントの送り先が変わったようで、あ、そうなんですよ。プレゼントの送り先が変わりまして、あのお渡し会の方かな、もう一個の事務所じゃない方になりました。はい、そっちになったみたいなので、今度からもし何か送っていただくときはそっちの方がありがたいみたいです。お願いいたします。すいません、いつもいつもありがとうございます。皆さん、そう、一応ショールームのところにも、住所変わったやつ書いてるので、そちらにプレゼントやファンレターなど送っていただくと、マネージャーさんがすぐに届きましたって写真付きで送ってくれます。聞かないの、ゆうてぃ。そう、あったね。でもいちごはなかった。明日はワクチンだからしっかり寝るために早く寝る。あ、そうしようそうしようそうしよう、絶対その方がいいよ。スーパーカップのリッチ美味しそう。くれなかった？え、何が？ボーナス？インスタの黄色のコート可愛かった。ああ嬉しい、ケイケイさん。あれ可愛いでしょ？ドイツパッチャーサミットですか？サミットって行ったことない。週末に予定入れてると1週間病ないよね。お、楽しみのために生きれるからってことですか？バイ、おめえ、イエーイ、チョコパイ発見、やったー。あ、お好み焼きクラブさん、お邪魔するで。邪魔すんねんて、帰って。はいよーって、なんでやねん。新年会さん、いらっしゃい、こんにちは。銀額聞いたか？ビビたる額。いや、ボーナスもらえるだけいいんですよ。すごいよ。あくん、ありがとう。お偉いし、星投げ中にちょっと仕事で目を離したら終わってた。あ、そうだったのね。無音だったんですよね。そう、佐藤ビルに変わりましたので、皆様。お気をつけください。長い階段の方になりました。ありがとうございます。この前、奥村まんちゃんも今日に楽しみって言ってました。うそー、配信でですか？玉ねぎさんいらっしゃい。ゆきえみくちゃん、いらっしゃい。え、ナイスまんじゅうはその後食べた？カヌレのアイスまんじゅうですか？食べました。ちゃんと食べて、お母さんに感想、お母さんもアイスまんじゅう好きなんですよ。なんで、お母さんにカヌレのアイスがあったよっていうところから言って、感想教えてねって言われたから、感想も送った。美味しかったけど、カヌレっていうかチョコみたいな、和風のチョコみたいな感じでした。なんかゆきまいないらっしゃい。あ、ダニーメサーさんのレターも受け取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。聞け言われたら聞かない、それが俺だ。あれれ、玉ねぎさんキャンプファイヤーナイスありがとう。あ、
ゆき無音なの。ゆうちゃんこんばんは。みっちゃんさんこんばんは。お好み焼きクラブさん、いいや、ナイスです、ありがとうございます。了解、ありがとう。たくさん僕とツッコミ全部したらアホあかんがな。チョコレート、なんでチョコレート、時間の流れが早すぎるよ。すごい、私逆に楽しみにしてると全然なんかなかなかゆっくりこうゆっくりこう進んでいく時間。俺らのボーナスなんてえみつの劇場会の1回分のギャラぐらいやで。ってめっちゃ少ないで、めちゃめちゃ少ないそれ。玉ねぎさんハートありがとうございます。黒トリュフのじゃがりこはまだ食べてない。え、ダニーメサさん死ぬみたいやがやめて。でもまだ読んでない、ごめんなさい。あのちょうど受け取ったのが昨日の夜やって、お仕事との時にで受け取って、で今さっき帰ってきたので配信終わったら読もうと思ってるね。楽しみにしてんね。チャレンジ48最近見てます、見てますが。え、そうなんですか。20万円くらい税金持ってかれた。え、待って、ってことはめちゃくちゃもらってます、めっちゃもらってませんそれ。だって20万かかるぐらいの税金、え、どういうこと、ボーナスってそんなに。ずかさんナイスカウントアップ、バケとツッコミ両方するなんて笑えへん、それ大変的。なべちゃん、元気さんこんばんはです、いらっしゃいです。お金欲しい、私も欲しい。100円単位でもうつべこべ言うてんのに、私つべこべ。よいしょ。今日は目薬を買ったけど、本当は細いタイプの目薬欲しかったけど、細くない方が200円安かったから細くない方にしたの。はじめまして、はじめましてにする。カドさん寒いからあったかい飲み物飲んでいいですか。めっちゃ寒い、暖房つけてんのに寒い、どういうこと。演歌流してないです、バンドウーバーワールド。私の送りつけたやつも受け取ったな。あ、そちらはまだです。ただゆきさんのはまだ受け取ってないです、早く受け取りたい。カレーカレーカレー、何年ぶりのカレーや。これは言い過ぎ、めっちゃ久々、楽しみ。みちがじゃがりこ食べて感想聞いてから食べるわよ。マジで、私今ちょっとダイエット中やから。所得税が毎年20万くらい、住民税が40万くらい、めっちゃ取られる。ピンクも送ろうか。何の何のコート、ひょっとしてコートのこと言ってる、違う。これは石田さん並みにボケていきたい。すごいよ、すごい、ボケの数すごいよ。道風じゃないの、2回来てるって。元気さん風邪ひいたら寒いとかじゃないねんな、風邪ひいたらわかるよ、バカじゃないんだから。寒さはわかるよ、風邪かなと寒いなの違いはわかるよ、冬やから寒い方の寒さですね。クリスマスに生誕祭とお金ナンバーって思ったら、生誕祭が最近あったんですか。しんさん暖房なしで生活してますが、すごいです。あのスペインでは基本暖房なしなんですけど、私寒いの苦手なので。チン、あったかい、そろそろカイロを買わんとあかんかな。もう一枚羽織、そうですよね、ヒートテック着てんねんけど。来週の水曜からまた寒くなるんですか、やめてほしすぎるんですけど、誰かやめて。あ、電気消してない、まあ、いっか。ゴーゴーカレーって何、チンの音でかかったね。あのネジじゃない、なんて言ってんですか、ぐるぐる回すタイプの電子レンジやから、こうボタンピッピッピッのやつはもうちょっとちっちゃい多分。ありがとう高木さん、邪魔だよな。ピンク可愛かった、
水筒でスレスレに行く。Oh ah ah、若すぎるあの love ah it's on on。懐かしい。カレーいくつもあるから飽きるでやって。激辛も送ってくれたでしょ。激辛も来たでしょ。保険料と合わせたら収入の2割ぐらいは税金。いや辛すぎるな。それはパソコンがバグった。たけさんいらっしゃい。ツナサラダさん、お、ツナサラダさん100回目の方もありがとうございます。こんばんは、いらっしゃい。25日にファンシーの子のセーターさん、あ、そうなん、クリスマスやん。肉が温まったみたいだけど、まあいいか。これこれ、ブルータスも生誕ライブあるの？いついつ？寒いので思考回路が故障中。そう、チンっていうの。タバスコ飲んだら温まるよ。それこそ喉やばなるわ。え、回路毎日2個ぐらい使えますよね、本当に。年代もの。水曜岡山行くの？冬だもの、諦めるつか。やっぱ回路買うか。マヨルタイプのレンジなんです。エドウィンさんこんばんは。お米が炊き上がりました。今炊いてたんですか？ターンテーブルのやつ。カレーなる道とは。玉ねぎさんハート100個ナイス、ありがとうございます。ゴーゴーカレーって確か表紙がゴリラ。そうなん？激辛は間違いなく混ざってるって。今は東京です。研究さん東京で舞台があるので、東京で今マンスリーマンションを借りて東京にいます。よかったら来てください。研究さんもカレンダーとか発売するんですよ、2023年ので。カレンダーのお渡し会が1月の8日東京で、28大阪でもあるんですよ。なのでよかったら研究さんに来てください。多分消費税入れたら多分収入の4分の1はでき、いやそうなってきますよ、本当にやだすぎ。23日クリスマスイブツルターポイントし、うわいいな、私もしたい。カイロポチローカーだって。え、カイロ送ってくれるんですか隊長。17日最善チケ15,000円払ってしまいました。だって17日、17日、あ、ブルータスか、びっくりした、私かと思った。人種過重でした、すいません。ゴーゴーカレーはそういうのまずいよ。ニューヨークにもゴーゴーカレーがあるんですか、すごい。ハワイに行くかオーストラリアに行くかかな。あ、カレーとカレーをかけた、なるほど。いずちゃんもオンラインお話し会。おお。やんちくるさい、はい。ピップエレキ版貼ってる。ピップエレキ版まだ届いてないんですよ。新次郎さん、こんばんは。辛そうなやつはミンチだけだから、チーズにのせて紛らわして。チーズ家にない。チーズ買いに行かない。カイロならエジプトで売ってるようだって。ちょっとちゃうやつやな。1万5000あれば10分枠取れるやんって言われてる。どうしよう。そうだ、玉ねぎさん体調大丈夫ですか？大丈夫か？こんばんは、アルティマお父ちゃん降臨ですが、じゃ出遅れたって。全然大丈夫、まだ15分しかしない。くらいも入れとけばって。どういうこと、どういうこと。そう、まだ届いてない、ごじってた。ハワイの立てこもり、あったアルテマさん。カレンダーゲットしました。今入れといてやって。え、入れんで、ほんまに入れんで。あるんかな、アマゾン。カレーにカレーをカレーにかけてやって。なんてこったトークポートもオンラインお話し会、私もあります。12月11日今週ですね、11日と12月31日トークポートオンラインお話し会ありますので、よかったら来てください。一面東京行きたいんだけど貧困で。元気さん大阪、あ、マシになりました。玉ねぎさん、マシってゼロじゃないの？ちょっと痛いってこと？は
前の立てこもり事件。待ってる待ってる。15分経ってるの。あ、怒ってる。あ、自転車を蹴れた。やったー、ありがとうございます。しんちゃらさん、ありがとうございますじゃない、やったー、嬉しい。私も OK 出たの嬉しい。まだ症状ね、まだ症状残ってて、やばい。チーズはずっかさんが分かってくれると。私の見聞色の覇気で分かっています。ただいしさん、見聞色の覇気あるんですか、いいな、私も欲しい。トークポートいつやって。トークポート11日と31日、12月11日と31日。チーズ入ってない、もう多分売り切れた、買えなかった。2週50完了ありがとう。お仕事のメールだけ一回書いていいですか。あれ、ないないぞ。あった、ちょっとだけ待ってな、みんな。日曜日です。ああ送った、すいません。11日待ってる。玉ねぎさん、日曜やで、ゆうて来てくれる、オンラインで。やすす一時の母さん、フォローありがとうございます。にゃいにゃい、ありがとう。そう、1月19から22は立候補会ホールにてリフレインする君の声アンコール2023という舞台にも出させていただきます。ピップマグレループっていうネックレスタイプのはどうやると思って。ああ、ありますよね。でもネックレスちょっと出さない。12月31日は土曜日です。お仕事のメールかけてダメに決まってる。あ、もう書いちゃった。新しいゴルフクラブが欲しいんだけど。株の取引、株の取引なんかやってない。無理っぽいゴルフクラブ、私いっぱい使っちゃった。あ、ジベナイルフィリーズ予想しない。膝にマッキーで丸描かれた。オンラインでも足りんくて諦めた。油性ペンで描かれてません、それ大丈夫。やばい。トークポーターと2分枠が2つ、5分枠が5つ。あー、売り切れてほしい。あー、売り切れてほしい。売り切れるかな、トークポーター。ゆうゆうさん、あ、宮城なんですね。ちょっと遠いんだ。マグネループダサいか、頑張ってください。男性はいいと思う、かっこいいと思う。まだなんていうの、服のあの感じやといいやん。女性はさ、ニットの上にあれやってたら出さない。スポーティーな感じやったらいいんじゃないですか。ウカメンの博士さん、お疲れ様、ありがとうございます。競馬新聞元に予想してる JRA さんのホームページです。毎回春の張りっぱなしやろ、あれだって初めて言おうって。サポートの位置がずれて、ここやでって丸書かれた。あ、そういうこと、ここやでって色をつけて、もうだから落ちひんようにされて、ここやでって。ニットの上に出したら効かんやろ。ニットここまでないから、ニット結構空いてるから。そうだから、マグネループこの辺やろ、この辺は出てるでしょ。ラバーっぽいけどって。あ、スポーティーっていうのはスポーティーな服だったらいいんじゃないかなって。カレンダーの東京も完売にさせたいって。あと何本残ってるんやろ。15人は来てほしいねんけど服の上からでもいけるっぽいけど。ウェイクメンの博士さん、いらっしゃい。東京15人いないの。カレンダーの私書いて、やばい。
なんとかストーンとかマグネループ効果あるのか、ちょっと一回やってみようと思います。あ、アマゾンじゃ買えないんですよ。なんかあの専用の URL があるんですけど、私のツイッターに行ってもらったら一番上にピンしてる投稿に全部 URL 貼ってるので、そっからゲットしていただけたら嬉しいなと思います。ヒク、お待ちしてます。あ、お待ちしてます。ちょっと待ってくださいね皆さん、めっちゃ来てるメッセージが、少々お待ちを。少々お待ちください。どうしよう、ちょっと待ってな。ちょっと待ってくださいね。OK。あ、マグネループデビューしたの？そう、玉ねぎさんが追加しても人数は変わらない。一時期ファイテン、ファイテンって何？え、パワーストーンブレスレットユーティー作るんですか？吉成さん、こんばんは。玉ねぎさん、I love you、 ありがとうございます。エイツのアップルウォッチ画面保護シールかケースつけてますか？つけてます。カレンダーはスペシャルボックスストアで。言うて死なないで。年末ジャンボくじ買って一攫千金狙おうかって。一緒に買う？買ってくれる？買ってくれる？ちゃう、ヒトゲンのウォッチカバー使ってます。誰が、私が買える？ずかさんが全部知ってる。コラントってって何？ウイヒルの熊は勤労のクライマックス近づいてきた。勤労今日何やってるんですか？今日って金曜日？プロ野球の選手が昔よくしてたって。へー、すごい。ユーティーブレスレット、私もあのパワーストーンめっちゃつけてます。あ、ファイティンいいですか？ひーくん高いんや。ところで埼玉はどうですか？埼玉は寒いです。埼玉寒い。もっと埼玉のなんかね、西武遊園地とか行きたいです正直。あ、天使にラブソングを、ごめんごめん見てなかった。今日金曜日なんだ。埼玉は不便です。だって乗り換えするってなったらめんどくさいな、やっぱり。でも安い、あ、安いで思い出した、家の延長料金払わなあかん。マンスリー家具付きです。え、すごい、 NMB が
やってた？知らんかった。やってたんや。私、あ、さやかさんがやってた？失った僕らは思い出の涙を見た全部のね。ムーミン谷も行ってみたい。ウーピーゴールドバーグ。タットさんこんばんは。そう、マンスリー全部家具付きで、で、ただでもあれがない、なんだ、あ、出てこうへん、うん、お皿とか食器とか生活用品が全部なかったから、それは全部買い揃えました。百均とどこ行ったっけな、薬局で買いました。西武遊園地めちゃくちゃ行きたい、本当にずっと行きたかったんですよ。でもちょっと遠いじゃないですかハンバーグ食べたくなりました。ネビのグッズにも当たずって、だからみんなつけてるのか。え、すごい、徳島ヴォルティスにスペインから新監督が来ました。またって2回目なんですか。薬局に皿があるの、あの100均と薬局なので100均の方で買いました。そう、えみちがおらんから大阪も寒いわって。えみちが帰ったらあったかくなるあったかくなるかな。うわ、めっちゃいい曲ばっか流れてる。パワーストーンのブレスレット6種類ぐらい持ってるって。私はね、一応メインでつけてるのが3つ。ちょっと地味に遠い、あ、近すぎんねや、ずかさんのところ西武遊園地電車で行くと何駅になるんや。めっちゃ今仕事人みたい。ここに携帯やろ、こっちに iPad やろ、こっちに Mac。 仕事人みたい、喋りながら。小学校の遠足で言ってた。すごい、 Facebook のアップしてるやつ見つけたって。えみちは太陽やから暖かくなるやろって。えみち太陽です。私は太陽。何言ってんねん。どっちつけてますか。ケースつけてるけど水入ってきてもらってます。ああなるほど。水は私つけないんですけど、水つけるならケースじゃなくてシールの方がいいと思います。うん、多分でシール貼っててケースもつけてたんですけど、シールがとか東京来てた時かな、遠征中にこうめくれちゃったから、もう一回めくって今はケースだけです。お家帰ったらまたシール貼ろうかな。今メインは日本、繋いだ数覚えてない。かっこよすぎ。西武前、あ、西武ドームか。そっかそっかそっか、スキー場。埼玉、埼玉で美味しいものみたいなどっか売ってたりするんかな。えみちと同県でトップポテルの電車上がりますねって。あと嬉しい。3人目すごい。ショールームも仕事やん。まあまあまあね、お仕事太陽だからね。一冊仕事人やんけ。みずむさんこんばんは。宮田よしの力持ちさんこんばんは。池袋に出てから所沢に向かうようかなやって。なるほど。山田うどん、あ、言ってた誰か、うまいもんないって。水がちょっとあかんかもですね。別に多分つけても問題はないとは思うんですけど、でもケースしてたりとか、例えばそのバンドがゴム製じゃなかったらちょっとね、なんか濡れて色変わったりとかするじゃないですか。でもそう、そういう意味でケースとか間に水入っちゃうなとは思いますね。確かに。あ、ちょっともう一回書きます。
メールすいません。あれ21ん、どういうことだ、どういうことだ、少々お待ちください。こうしてこうして、てたぶん、はい、そうバンド川は危ない。もう少し前に常でパーストーンブレスレとか気に入らなくてほっとくんよ。へえ、すごい。浄化とかもできる？革のバンド危ないよね。アップルウォッチは防水です。浦和のうなぎ、川越のさつまいも。だからさつまいもいろんなとこで売ってるんですか？いろんなとこでさつまいも見るんやけど。防水だと思って風呂入ってるけど、あの防水です一応。アップルウォッチはプールとか海とかも大丈夫けど、バンドがどうなるかですね。バンド次第って感じ。君は宇の夢を見てなくすみ、浄化を水晶にお願いしときって。あ、やっぱ水晶で浄化するタイプですね。ゆき水晶のところに入れてる私も。けどなんかこうこういうので浄化してくれる人いるじゃないですか。よう知ってるやろ。来週の勤労はグレムリン、その次はホームアローン2らしい。こするなーホームアローン2なんや。クリスマスだからか。1,2 みたい。ホームアローンをちゃんと見てない私。普段はシリコンのバンド使ってるから。なるほどね。シリコンのバンドやったら全然そのままお風呂入っちゃったら大丈夫だと思います。うん、寝てる時もお風呂入ってる時もずっとつけてたら、こう健康のねあれちゃんと記録してくれるから。11日向けてもう一回わかんだ見てきます。私も見なあかんそれあ、本職の人じゃないから。なるほど、趣味でやってるってことですか。マルセさんこんばんは。私が使ってるスマートウォッチ、体温を測る、それめっちゃいいですね。グレムリン懐かしいなって。グレムリンってどんなやつでした？緑のやつ？違う。あ、オーバーローン、ディズニープラスにあるよ。ディズニープラス何でもあるな、ほんまに。スマートウォッチ高いよね。高い。アップルが高い。私ヘッドホン、エアポッツプロマックスみたいなやつだけ。運転中にイヤホンもつけて相手の声聞こえ方とか知らんし。あー、そっか。自分にどう聞こえるかって大事よね。でもね、ゆえくんこんばんは。9万はまあまあ高いっすよ。9万の買い物はそりゃ悩みますよ。ヤフオクに出したらかなり高く売れそうだねって販売意識の方が高いっていう計算やばい。私のイヤホンは2000円です。1000円2000円3000円が揃ったので4000円が出てくるかな。ポテトグループの後輩と共演すると話が盛り上がりそうですね。もともと友達経由で知り合いやって。そう、ウーバーです。大好き。
ったよ、ポーチのバッタも。ネット見たら10万まで上がってるとこもあったって。人気なところとかがね、やっぱね、最近そうヘッドフォン人気やから、そう最近ヘッドフォンが来てるじゃないですか、いろんな人ヘッドフォンつけてるじゃん。私のやつもいいよ、見る？これです。よいしょ、じゃん。これが私のヘッドフォン。100円ショップ。ジェフ、こんにちは。電車でノイキャン入れると折り損ない。運転中でも電話出てあげるから。あげるから。聞こえにくかったらかけ直させろって言ってる。あ、これブリーチの主題歌か。音漏れ、私聞いてるから音漏れしてるかどうか分からへん。イヤホンもヘッドホンも3000超えるとガードも中止する。耳ヘッドホンはお家にあります。あれはお家用、あれは配信用なんでね、あの大阪のお家にあります。あれで歩けへん、重たくて。こんな感じでつけます。あ、髪型崩れる。なんかこうセットしてたら確かに崩れるかも。私だいたいストレートとか外跳ねなんで、ここはぺちゃんこにしてても大丈夫って感じで、ここにかけとくのが かわいくない。今からカラオケする？カラオケしない。高い。たぶんそれこんな感じ、いい感じです。多分音漏れ知らん、そんなしてないと思う。たぶんやばい、見てる方は。こんな感じで、ただでもここが、ここで調整するんですけど、こうやってかわいい、かっこいい、こうやって、そう、ここがここで調整するんやけど、ここがこの髪の毛をたまにこう挟んでこう取ると痛い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 ってなる。それともさ、ヤッホーイ。こっちが聞き取れればいいんだよ。首にかけるの見ると昔のリトグリを思い出すって。パナソニック安い。イヤホンえ、通してマイクの前に立ったらレコーディングやね。確かに痛い、そう痛い。え、めっちゃテンション上がりますよね、恭平くん。これほんまに恭平くん、イエー。何もかもそうだろう、耳当てるとこボロボロになってこない？今のとこなってないです、全然。ノイキャンもできるし、これ Bluetooth で、でこんな感じで一応こう畳むねんけど、そうでケースに入れるんやけど、畳むのはやっぱりまだ Apple のやつの方が可愛いですね。ノイキャン付きの Bluetooth のイヤホン使ってます。あ、ヘッドフォン違和感がある。おしゃれ感もある、私がつけてるのは。あるある。あ、ゆき特典会お疲れ。デスク周りを解体してます。だいぶ進みました。エドミンさん、パネルアップです、ありがとうございます。知らん曲、ウーバーワールドさんです。スリーコインズのやつもありますよね、気になる。ミズムさん、だるまさんが100個です、だるまさんが転んだ、ありがとうございます。ナイスです。え、見てない？猫耳ヘッドフォン、あれつけて何回かだけ配信して、あと TikTok も撮ってアップして、実はすぐでもスペイン行っちゃった確か。わかる、中学校と高校でめっちゃ聞いてました、恭平さん。あ、品切れ中？私のここの最寄り駅のところの近くにある3コインズ売ってんで。でも私あのね、あのアロマオイルをこう匂いをぶわーって広げるやつがスリーコインズにあるって見て買おうと思ったけど売り切れてた。それは歌いやすい、ウーバーワールド。でも歌詞全部覚えてるかも、バンド名しか知らん。 AirPods Pro、 AirPods Pro も、あれ、あ、充電してんねや。 AirPods Pro です。エミカって買った。
同世代でした。あなたが自分は5000円、いやー申し訳ない。もうすぐ50分、 ありがとう。45分ぐらいまでしようかなと思ってる。すげえ。そう注文した3000円ぐらいです。でも買い直すか迷ってるんや。これのメーカーのイヤホン使ってますって。あこれですか、アンカー、アンカーのヘッドフォン多分。え違う、多分そう、多分そう、書いてないけどアンカーのヘッドフォンのはず。すごい、 AirPods Pro 当て逃げた時めちゃくちゃ転ぶやん、取れなくてマジすごいと思った。私 AirPods Pro あれ取れるんですよ、すぐに、すぐにこうつけてたらイーンって出てきて、でポンって出ちゃう。明日の配信何時頃かな、お昼、まずお昼ぐらいにできたらいいなと思っております。あんたに聞こえる、トトロのお腹さんこんばんは。 B のやつ、 B ってアンカー、お昼配信少なかったから5年前に買ったアンカーのヘッドホン。今日のタイマーはトッパーがスピード違反で遅刻するとか、どういうこと、大丈夫、明日もお仕事、明日も稽古、安いから安いです。そう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 、線路に電車乗っててドアあるじゃん、ドアのこのギリギリのところにポンって落ちてって思ってヒュヒュしながら撮ったことある。 HKT さん、トゥーロジさん、こんばんは。アンカー、布団の電球担保アンカーというね。とりあえず一人一生を忘れて東京に取りに帰るという。すごい、どういうこと、大丈夫。ケインウッドっていうのがいいって、 10XM お高いやつ。この後配信ありますか、この後配信できたらいいなと思う。45分、たまにさん、できたらいいなと思ってます。配信終わったらできたらいいな。サウンドコアライトかな、名前覚えてないや。でもこれ載せたら、写真載せたらアメリカの友達が連絡くれて、ここ持ってるよって、アマゾンで買ったよって言ったら、アマゾンで一番いい値段でいいクオリティを探したらこれやったみたいな。そうで言われて、えそうな、私そんなに調べずに買ったけど、まあ君がいいって言うならいいんだわ、よかった言うて。結構いいやつ、首掛けにするやつダイソーにあったって。いいでしょこれ、8000円ぐらい。眠いと最後まで見てしまう。無理せずに、私もストレッチしながらなだけなんでね、おいしいできそうです。明日謎に仕事です。あそうなんや、明日土曜日なのにね、土曜日ですよね明日。アンカーいいですよね。ケイチ？トークボートの時サファイのブレスつけた。あ、見せてもらおった。そうピンクもある。でも黒の方が可愛くない？おやすみ東映さん、頑張ってね。ちょっと一瞬だけお仕事の連絡返すな。舞台のあれがあるのでちょっと。ヤンチュクルさん、チャムセット、水村さん、ファンレベアップありがとう。明日休んで明後日仕事で休む。あなるほど、一回挟むんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。了解いたしました。
ジョーナさん、こんばんは。サウンドコア、良さそう。池袋行ったらチーズクラフトと牛タンの店行こうと。牛タン食べたい。俺も明日も明後日も研究会のスタッフ業務で朝5時起きで赤羽に向かって働きます。やばない？やばない？何の研究すんの？赤羽で。居酒屋さんしかないイメージ、赤羽って。うちもまあまあ忙しいです。ジョナさん、こんばんは。エミさん配信で今夜夜更かししてたら、このあははやっぱりあれですね、寝ちゃいますね、子供をこう寝かしつけてると。今日は起こされた。かわいすぎる、しんちろうさん。いじけないで、ゆってぃ。アンカー選択するセンス、これアンカーですよね、多分。ですよね、ですよね。サウンドコアも使ってる、すごいね、いっぱい使ってる。ちゃちゃちゃつんちゃ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 。お仕事ラインをアンカーのバッテリー使ってる。同じくアンカーって結構いいブランドですね、本当に。いろいろやってる。ヘッドフォンもあるんやと思って。アンカーサウンドコア、あってたあってた、アンカーやった、知らんかった。最近知ったの。めっちゃね、いいよ、おすすめ。ちょっと首痛くなるけど。東洋大学で子供の心と体の全国大会、へえ、やば。ボランティアやん、ゆうやくん。単位取るみたいな感じなんかな、イメージ的には。 iPhone イヤホンジャックなくなってしまった。そうなのよ。だから AirPods のこのこれをつないぐやつ、首掛けるやつ欲しいなと思ったり。寝る気満々です、寝る宣言したら今日はあかんって言われた。かわいい。かわいい。なんかのモバイルバッテリーとケーブル使ってる、いいよね。え、池袋にお寿司食べ放題のお店あるって。どれ、お寿司食べたい。60ワットの充電器がいいの。町岡さん、こんばんは。日中暑かったから明日の仕事半ズボンで行こうと思ったけど、あ、膝に丸書いてるからあかんわ。それはあかんわ、恥ずかしい。子供ちゃんに何これって言われる。あー、ゼミの先生が無給で働かされる、やばない？ブラックじゃんそれは。え、お金出ないんですかってさりげなく言う。ずかさんといたらどこでも食べ放題、ウケる。なんでやねん。駅前の山田電機の上ですかって。お寿司食べ放題検索しよう。パソコンも充電できる、いいやつや。パソコン充電できるかできないかって大きいですからね。エミカ限定だけどね。やった、パソコン充電できました。あ、もうアンパンマンとかにしていったらいいんじゃない、しんちゃろさん。地元を食べ放題あるけど金曜だけ、あ、今日だけやった、もう終わっちゃった。今日もうあと45分で終わる。もうお店終わってるな。ぬかさん、ごちそうさま。かじさん、こんばんは。お寿司食べ放題の店、最初に決めて出るの食べたらまあまあ満足しそうって。行ったことないからさ、どんな感じで出るのかとか知らんくって。お寿司いっぱい食べたいな。まあでもスシローね、幸せやねんけど私。スシローでだいぶ幸せになれる私。あ、高木さん、おやすみなさい。ありがとうございました。お願いとか全なんやろ、ブラックかなこれ。やばすぎ、ほんまに。スシローはそこそこ、エミカ限定で書いてあるでしょって怒られてる。
丸寿司好きなだけ食べる方が安いかな。でも美味しいんやろうな多分、ね、前で握ってくれると。私もお寿司ずっと食べてないです。お寿司食べたいな。誰が初めて出会った水に君が来なかったとして、2回目に出会えた交差点でも君に気づけなかったとしても、どう出会えたのなら僕は君に恋をする。お寿司屋さんのはしごはちょっといいかな。あーだから安いのかと思ったって。すごいいいお寿司を食べてきてるんや。ユキは白米さんかばわできたよな、してるよ。確かに回らない寿司やサーモンチーズ乗せて炙ったりしやん。でもお寿司のシャリの色がついてたりする。あのスシローとかでシャリの色違うかったら報告しなあかん。違う料理。あ、領収書、金井塚電気でもらってきてね。だって領収書落ちるんですか。味以外でも適当。たまに落ちてるよね、ネタがこう、こういう状態になって運ばれてたりする。年齢が削る前に娘と家座に回るなお寿司屋さん、いいな。スーパーの寿司をシャリ機で作ってるってすごい。そんなあるの。新潟で食べたのどぐろ、うわー美味しそう。了解です。スペインでスーパーのお寿司を食べたことがあるんですけど、初めてお寿司食べれないと思ったぐらい美味しくなかったんですよ。なんでかな、多分シャリが美味しくなくて、全然違うくて、そう、うわ無理やこれはと思って、初めてびっくりして食べれなくて、でそうね、日本でスシロー行ったら感動しましたね。美味しいところもあるんやけどね、きっとスペインも。当たり外れが激しい。スーパーのとこはあかん、やっぱりあかんかった。お米、そうなんです、お米なんですよ。海外って一概に言うのはちょっとどうかわからないんですけど、スペインは例えば横が地中海なので、例えば日本ってサーモン地中海から輸入してたりするじゃないですか。だからネタは新鮮で、しかも大きく切られてたりとかしてめちゃくちゃ良かったりするんですよ。めっちゃ美味しいけど、やっぱシャリが違うくって、味付けなのか握り方なのか何かわかんないけど、保存方法とかもあるかもしれないですけど、ちょっと酸っぱすぎるなとか。タイ、いや日本のねお寿司のお米は使ってると思うよ、タイでも多分。あ、回転寿司もちゃんと握ってくれとか、お前ネタは一緒やし、むしろ新鮮より。え、池袋はちょっとお高めなの。私がプロデュースってお寿司屋さん作るの、ちょっといろいろな責任を負いたくないから怖いな。あ、お寿司動画 YouTube ですね。シャリがもったいない、ネタ大きかったら美味しいのに。そう、本当にお酢の具合とか難しいんですよね、きっとね、本当に。そう、うわ目の前で握ってくれるお寿司最高。北九州で食べさせていただいて、前夏ぐらいに、超美味しかった。ネタもちゃう、海外な、海外の話。ゆきもう刺身で、そうだからスーパーのやつはお刺身で食べました。むしろむちゃくちゃ美味しくてプリプリで上はでもご飯がちゃうねんってなった。そう、日本はその何、太平洋でこう取られた魚とかやったら結構すぐそこやったりとかさ、養殖とかってあれやけど、その地中海あたりからこう輸入してるとか、輸入系のお魚やったらその取れたてやから、スペインのお魚きっとそこやから、横やから、漁業の町で、だから美味しいんですけどね。あ、生まれる前や元気さん、
あ、日本の話か、ユッキーは。最初の注文から好きなもの頼むらしいって。で食べ放題。マジで行きたい、連れて行ってください。新潟はのどぐろ名産だからって。うわ、めっちゃ食べたいのどぐろ。うわ、白エビ、富士山、富士か、富山や勝手に山にしちゃった、間違った。のどぐろがいい私。そうね、引っ越して近くにあったら行くけど、いかん、近くなかったらいかんか。昔白全然流行ってなかったって。私ちっちゃい時よく行きました。いつでもどうぞマジでお寿司食べたい、お腹空いた。しかも今日私あれなんですよ、6時ぐらいにご飯終わって、え、5時半かな、5時半ぐらいに食べ終わってご飯。今日めちゃくちゃ少なかった、一日通して。のどぐろ食べたいね。今日のご飯を紹介します。昨日はバカほど食べましたので今日はコントロールをしたんですよ。朝起きまして、で何食べたっけ、まず酵素ドリンクを飲みまして、でその後にコーヒー、あ、カフェオレと焼き芋と高菜明太子おにぎり食べました。お昼ご飯です。で夜にベースブレッドと酵素ドリンク、以上になります。今日食べた、あとラムネに2粒食べたわお腹すいた。回らないお寿司屋さんね、財布大ダメージだよ本当に。アイネンビズシロやってた。かっぱ寿司も食べ放題あるんですか。おかえりゆき、晩ご飯今から食べんの。目の前でのどぐろ炙って食べたってめっちゃいいやん。あ、そのおにぎりうまそうって、美味しかったですよ、めちゃくちゃ。駅前とかに売ってるおにぎり屋さん、食べ放題でカッパ巻き頼んでたの信じられなかった。それ信じられへん。回らない寿司と焼肉をおごってもらった方がうまさ倍増。酵素ドリンク、そう、酵素ドリンクをよく私は飲んでて、ファスティングとかするときに飲むやつなんですけど、今は食べない。ファスティングをすると多分私稽古頭に入らんなと思って、だからちゃんと食べるようにはするけど、夜ご飯を酵素ドリンク、ほぼ酵素リトリンクで早めに終わらすっていうのをやろうとしていて。そうしよう、ゆき、私もそんな感じの時ある自分の財布でも行くことはないかな。食べたいってなったら行くんじゃない。先生、田舎なんでおにぎり売ってる店がありません。う都会に出た時に買いましょう。食べ放題じゃなくてもカッパ巻き頼まないでしょ。カッパ巻き確かにあんまり頼まない。納豆巻き頼むけど、納豆巻き大好きなんですよ私。納豆、納豆ご飯と納豆巻きと違うよねやっぱり。納豆ご飯の味も美味しいけど、納豆ご飯ではなく納豆巻きやとやっぱ酢飯やからまた味が違うというか、美味しさが違うくて、お隣が回らないお寿司屋さん25年ぐらい前、プロテイン飲もうか迷ってます。あ、そうなんですね、しんちゃろうさん今飲むんですか。巻物頼まない。エミーズ届けてください、ずかさんに頼んでくださいお渡し会の後でお寿司反省会、全部ずかさん買ってくれるの。あ、そうか、しんじさん納豆無理やもんね。ずかさんのおごりで納豆巻き美味しいですよね。ひき割りタイプじゃない納豆巻き。あー、そういう、そんな感じ。いや、どっちも美味しい。正解。STU の女の子が美味しそうにカップ焼きそば食べてた。この時間のカップ焼きそばは、だいぶ罪。だいぶ罪だな、それ。いいなー、カップ焼きそば。
みんなのお財布塚さん。巻物系食べたい？あ、涙巻きありますよね。わさび好きな方はそれやるよね。コンビニで売っても買いそうじゃない？何人かの方ね、あの巻物コスパいいし。あ、運営に送られるぞ。だって腐った豆やもんな。夜のジャンクのうまさは格別。ひかるくんこんばんは。でもすごい罪悪感がきてあれなんですよね。条件次第で送ってもいいです。癖があるままです。やばい、ちょっと充電がないって言われちゃった。あ、はい、やったらあかんことって楽しいやん。やって、充電が切れました、すいません。切れたっていうか充電が 20% を切りましたって言われた。お腹すくない。明日のお昼ご飯考えよう。何食べようかな。あ、今日ねスーパー行ってめっちゃ買ったの私ご飯。そう、めっちゃ買ってきたの。何食べよう。夜はまた同じ感じでパンと酵素ドリンクにしようと思ってるから。酵素ドリンクお金かかるんですけどね。痩せるんですよ。明日もライブな。ユキすごい、自分だけ伏せてみた。STU の方、チョコパイアイスお昼ご飯お腹すいちゃう。クリスマスにチョコパイアイス4つぐらい食べようかな。ユッキーがボケてるぞ。明後日もライブ？アイドルやん、ユッキーがもはや。もはやユッキーがアイドル。雪見大福のチョコレートあるの？雪見大福チョコレート、まあ美味しいですよね。生チョコの雪見大福っぽいやつ、あれ食べてみたいけど見つからない、コンビニで。あ、シンジさんはお仕事なんや、土曜日なのに。うん、何食べようかな、悩むな。冷蔵庫にあるものはとりあえずキャベツのレタス、キャベツのレタス。やばい、頭おかしい。キャベツのサラダ。サラダはレタスっていう概念が先に来てしまった。食べちゃおう、やんちゃくれさん。え、消防車大丈夫？元気さん、12月の最終週はほぼ毎日ライブ用だって。冬はチョコアイスが増えるのか。チョコが美味しいから。新しい野菜。キャベツのレタス新種。間違った。キャベツのサラダを食べる絶対に。でそぼろを作ってない。そぼろ買ったからそぼろ入れて。とことんショコラがとことんショコラ、絶対私そういうの大好きだわ。とことんショコラなん大好き。町の端火事大丈夫ですか？キャベレタス、キャベタス。キャベタス、
ワンピースにそんなキャラおった。お菓子コーナーとアイスコーナーには行かないようにする。美味しいのいっぱいあるから本当に。レベツ、レベツ。お手洗いの雪見大福って何？そぼろのレタス包み。あ、でもね、レタスはないんですよ、お家に。いちごがある。いちごが好きなんやターボ。うわ、卵かけご飯いいな。うかめんの箱さん、お手洗いじゃないのこれ、みたらしなの。え、絶対お手洗いやん。みたらし、ここお手洗いやん。おもろ。フュージョンするかポタラでくっつくか、絶対そうやった。私も言おうと思ってん、ドラゴンボールやん。確かにこの時間のサイレンはビビりますね。確かに、確かにすぎる。みたらし、お手洗い、どっち？元気さん、もう分からん。お手洗いさん、たけしさんこんばんは。みんちは団子もみたらしもあかんからなって。そう、あんまし好きくないんです。お手洗いともよも一緒やんな。お手洗いとみたらしって、え、漢字違いますか？一緒やんな。一緒ですよね。え、私の目がちょっとおかしかった？え、じゃあ送ってやろうかと。みたらいさん？え、お手洗いとみたらしって一緒？感じ？いいがつくかつかんかってこと？送り仮名があるかあらへんかってこと？それはもうお手洗いやん。なんでなん？なんで？もうこれからみたらし団子見たらお手洗いやって思っちゃう。あ、そうなんや。元気さん行ったことないからな。名字は合うか合わへんかでほとんどさ、もう確率で言うとほぼ合わないと思うんですよ。お手洗い間違った。みたらいさんと会うこと。公衆施設、公共施設、そう、みたらしやん。みたらしの倉庫なんかなみたいな、もはや。たどったらお手洗いに由来するん？充電させてくれませんか？でも出たことある。元をたどれば。トイレ出てきたん？やだん。もうみたらし、もう余計食べれへんくなった。あー、なるほど。神社の入り口にあったり、参拝者が手や口を洗って清めるところ、あそこなんですね。みたらしやん。甘じょっぱいの嫌いなの。そう。え、でもさ、今日の発見でした。ありがとうございます。まさかすぎた、知らんかった。みたらしを食べへんから余計さ触れてこんやん、その感じに。自分で買うこともないし、見ることもないから、食べないから。やだー。で、あとあれあれ、何の話してたん？明日のお昼ご飯の話をしてたんよ。私は明日は、そう、今日買ったのがね、あ、なるほど、下鴨神社の、みたらし祭り。これお手洗い祭り。あ、ロイズのポテトチョコ大好き。あれはほぼチョコですから、チョコは勝つからね。で、何買ったっけ。あ、黒潮さんフォローナイス、ありがとうございます。給食の、え、豚丼。
手洗い祭りはない。みんなで手洗ってわっしょいかと思って。刺身顔料玉ねぎさんありがとうございます。ありがとう。そう今日はほんで何買ったのか忘れちゃった。イクミタイムチョコ美味しいよね。みたらし祭り、なんで読むんやろ。ちゃく当たりになった、やだ。なんでそこでみたらしって読むようになったんやろね。でとりあえずいろいろ買ったのでスーパーで。きな粉の後ろにカレーにきな粉を入れるとマイルドになって美味しいって書いてた。らしいです。皆さんやってみてください。カレーにきな粉。キャベツは油なか、レタスは効くか。全然違うよね、見た目似てんのに。誘惑に負けてしまった。雪見大福は美味しい。この時間には絶対食べないって決めているんだ僕は。あ、ホットミルクにきな粉入れますって。いいですね、いいですね。美味しいかな、ジョイフルメドレーにきな粉入れたら。アイスの勢いで虫歯を牛乳飲んだけど結構いきますって。全然いきますよね、全然何も変わらないです。うん。美味しい。私虫歯ミルクか豆乳かですね最近はね。虫歯ミルク売ってないとこもあるからその時は低脂肪にします。カレー苦手なんユッキー。カシューナッツ炒め美味しそう。何それ、超美味しそう。どこかかな時は脂肪が甘いねんな。でも私ヨーグルトも脂肪ゼロにした。ぷーさんこんばんは。低脂肪の方が微妙。あ、オーツミルクがいいんですね。しんちゃろさん、オーツミルクなんか添加物入ってるの多くないですか。スペインでは飲んだ。あ、ゆうさんこんばんは。お疲れ様でした。もうそろそろ配信終わっちゃうんですよ。アーモンドミルクもね、美味しいっちゃ美味しいんですけど添加物入ってません、ね、めっちゃ。ちなみにアーモンドブリーズっていうアーモンドミルク見かけたら私が前に CM やったやつです。あんまりその時は日本ではアーモンドミルクはメジャーじゃなかったですけれども、私はアーモンドミルクスペインで CM やったんですよ。検索したら出てくると思う。アーモンドブリーズエスパーニャってやったら出てくると思います。神枝肉が。レジも癖あるんや。添加物入ってないですか。なんか見たことある、うん、ちょっと見てみてください。後ろ添加物なかなか入ってないのを選んでるんですけど、私一応知ってた。見てみて皆さん、よかったら。ほんならここら辺で一旦配信終わります。お風呂入ってお風呂上がって、でまた配信ストレッチとかしながらできそうやったらやるので、よかったら待っててください。寝る方はおやすみなさい。明日のお昼ご飯を楽しみに私は頑張ります。そうそうそう、青汁、あの青汁じゃないんですけど、桑の葉のドリンクを結構飲んでます。めっちゃ緑のやつ。そういろいろあるんですよターボー。最近きな粉そのままでもいいけど、私も砂糖なしのきな粉なんで、きな粉大豆です、そのまんまです。ミキサーに蓋しないやつ。あ、またねブーさん、お風呂入ってきます。ほんならランキング読みますね。ほんならいきます。13位恭平さん、12位ターボー、11位ともちさん、10位ひーくん、9位ただゆきさん、8位エドウィンさん、7位しんじさん、6位よしのりさん、5位しんちゃろうさん、4位みずむさん、3位うーかめいのはこじさん、2位隊長、そして1位はたまねぎさんでした。ありがとうございました。あ、高しのさん、ちゃお。ありがとう。青汁スタンドなんだ、気になる。あみちんのセットママ、うわー、ゆうさん行かないと。じゃあね、みんな、お風呂入ってきまーす。またねー、ママミヤ。かわいい。バイバーイ、お風呂入ってきまーす。うん。本当だ。
本当だ、一時になった。本当だ本当だ。お、ウーカメンダーはこそイエーア、ありがとうございます。三つもイエーア、ありがとうございます。イエーア、めっちゃ言う。イエーア、ナベちゃん、小坂部さんこんばんは、いらっしゃいです。よいしょ。今日も深夜、あ、今日も深夜、なんか誰かのニックネームかと思った。今日も深夜さん。うん、ヒデさんから劇場公演最前列が再開されるから楽しみしてますって。なんか聞いた聞いた、言ってたな。そういえば楽しみですね。それは行く予定は今のところはありますか？予定を作るんか、それから当てるという作業から。楽しみですね。ちょっと近くなるね。こっからどん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 とこう、何、声出しもできるようになっていっていけるかもしれない。寝不足、寝む寝む寝る。もうかっちゃんさんこんばんは。ほら結局起きてる。あれれ、タボーも起きてる。みんな結局起きてる。結局みんな私の配信を見に来てくれるの。ほんとや、ワクチンのためにもう寝なあかんのちゃん。タボー熱出てもいいように薬とかいろいろ買いました。ちゃんともうゲットした。ヒゲマジンさんこんばんは、元気さんこんばんは。クロアチア対ブラジル後半始まるよ。うわ待って、見てなかった。今どっちが勝ってるんですか？あ、ケイトちゃんの生誕祭、すごい、生誕祭からもう最前やって最高ですね。マジンの子が配信してから、あ、そうなんや、それは見ちゃうね、確かにね。全く準備してない。え、した方がいいよ。ちょっとだけしときや、ちゃんと。打った後とかでもいいから。帰ってくる時とかに。水とか、ポカリ、アクエリ、なんかその辺とか。絶対用意してった方がいい。ね。投げます、ありがとうございます。玉ねぎさんありがとうございます。投げてくれるって。 OS1 OS1 でね、どっちが勝ってんやろ、クロアチアブラジル。打った後そのまま出かけようとしてる。出かけてもいいけど、ちゃんと薬は持ってた方がいい、絶対念のため。うん、寝て起きたら仕事だから寝たくないよ言うて。マツコ、え、うん、カウントアップありがとう。ズカさん、マツコ、え、うん、よいしょ。私はいつどんな時もエミチに投げます。急にどうしたん。急な宣言。スコアレス、あ、スコアレスドロー、0-0か。やっぱりそうなるんよね、きっと。もうここまで来たらみんな強いから、全員強いから、本当に何かのヘマしやん限りは続くんだろうな、これが。また PK やったらやばいな。六甲さん、六甲山の仙人さんこんばんは、いらっしゃい。ね、聞いてください。あのね、黒のヒートテック、間違った、黒のパーカーを GU で買って着てるんやけど、最近
なんですけど、そのパーカーが裏起毛で、中に着たら何かを黒のふわふわがつくんですよ、中のやつに。もうやばいぐらい黒のふわふわでこうブワーってなっちゃって、すごい汚くなっちゃうんやけどさ、私今さヒートテック白色しかなくてで白のヒートテックを着てたんですけど、そしたらもう白のヒートテックがもうなんかすごいことになっちゃって、今コロコロしてる、ちっちゃいコロコロで。玉ねぎさん、だるまさん100個ナイス、ありがとうございます。だるまさんが転んだ、ありがとうございます。ベンチ見たいけど見ないとなって、あ、カットよくある。黒を買うしか、でも実家にあの大阪に黒のヒートテックはバカほどあるからさ、そうなんか今ここで買ったら負け泣きするやん。とりあえずもうこのあのパーカーを買うと、ん、着るときはこの白の汚いヒートテックを着ると決めてやろうかな。そのさ、パーカーを一回さ、こう洗ったらマシになるとかありますかね。洗ったら逆に洗濯機がやばいことになるかな。あさん助けて、ビビムさんこんばんは。明日6時4時起きなんもっち大丈夫。 100m ランナーさんこんばんは、さっきぶり。そう、たくさんあるならもったいないでしょ。黒のヒートテックになるまで着続けるわ、おもろすぎるな。ちょっと動いたらやばいことなりそう、床。吉川さんこんばんは。もっちもう寝なあかんやん。ミートテック、ヒートテック、ヒートテック黒買っちゃう。黒が一番便利やったりするんやけど、白系の服着た時に、シャツとか着た時に白やったらこう色が変わらないから。もコロコロさ、持ち運び用のさ小さいやつ買ったから、なんかどん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 こう、あの玉ねぎみたいにどん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 こうなくなっていく。一度洗えばマシになるかしら。眠気来ないの？カフェインでも飲んだ？え、もち結局会いに来てくれんの？今年末、年末。なんで2回？バグってるよね最近ちょっと。インスタちゃうわ、ショールーム。とりあえずなんとなくのコロコロはしたけど、とりあえずこれでいい。さっき洗濯機回しちゃったし、パーカー入れて回してよかった。パーカーだけかでも洗った方がいいですね絶対。そしたら念のためにヒートテック誰にも見せやんけど、でも、あ、でも着替える時とかにさ、あとはあのヒートテックこれ着た後に別の服着たら、今度はその別の服に移り上がるんで、この黒のやつ。手洗い？手洗いはめんどくさい。ドッグポートついに明日だわ。だって日付変わって明日か。え、まだ売り切れてないんやけど、どうしよう。もう希望的カフェには突っ込まんことにするわ。公園のトンネルの中カードバトルしてるの見てる。今の時間に中学生カードバトルしてんの悪いな。あ、パソコンはバグって2回投稿する場合があるそうです。カズさんこんばんは。しゃあないな。よいしょ。 ちなみに洗濯して、洗濯物干さなんか。まずはよいしょ、コンタクトを外す。よいしょ。コンタクト洗いの超音波のやつに入れる。閉じる。ツッコミなし。いや、同じボケはやっぱりさ、大阪人としてさ。カズさんこんばんは。夜勤のお仕事してるみたいで公園で遊んでるし、大丈夫その子供、ちょっと心配になる。夜勤の仕事しててもお家にはいた方がいいよ、この時間は。中学生は
絶対親御さん知らんのちゃん。まあね。まあね、いただきました。うん、この時間は中学生はお家に帰った方が良いよ。あ、だから達弘お兄ちゃんが見てあげてんのか。そういうことか。危なくないように頑張ってください。頑張ります。ハローキティのポップコーンはいかがさん。え、ヒートテックあったかくない？水野があったかいの？どういうこと？そうなん？ヤンキー中学生みたいな喋り方と見た目して、あ、そうなんや。たまにいるけど。え、予定分かり次第撮るわ。いい、やった、もっち来てほしい、超来てほしい。1月8売り切れてほしいのに。ミカさんが危険なら守りたいとこですね。だって、お、そんなん言うたら携帯落としちゃった、ごめんなさい。誰も携帯を守ってくれへんかった。すいません。ヒートテック、そう、長年使うと効果薄れるみたいですね。よいしょ、ちょっと洗濯干すわ。これ襟伸びちゃうよ、こんなことしたら。ああ、しゃあない、しゃあない。ミズノのヒートテック知らない、動揺してた。何の動揺か知らんけど、水野抜きちゃうとヒートテック着られないって。そんなにあったかいの？代わりに自分の携帯お家に掴んどいたって。ありがとうも言われへんから、なんか微妙すぎて。洗濯物干すか。浴槽のやばいな、ほんまに握力ゼロやねんな。落ちました、また。洗濯物の干すやつが落ちた。今度はバーン言ったね、すいません。ほんまに値段も違うけどなって。あ、高いんですか？いいってことよ。いいってことよっていう返事久しぶりに聞いたな。なかなか聞かんな、そんな、なんか江戸っ子さんみたいな。かわいい。こんばんは、なべちゃん。こんばんは。え、この靴下指開いてるやつちゃうな。あ、ゆうき、やほ。部屋干し、部屋干しっていうか浴槽干し、浴槽乾燥機。マンスリーなんでね。あんまり外にいろんなもの干したくない。ジェシーさん、こんばんは。何わっこ。泣いてる靴下洗わんで入れて。ジェシーさん、パスパスさん、こんばんは。泣いてる靴下をまだ履こうとしてるからね、私は。靴下なくなるから。塗って履きたいけど、ホテルやったらね、貼りといてありますかって言ってもらえんねんけどな。外に干すのちょっと怖いもんな。なんか住んでるんやってなるの嫌やし。もう住んでるんは分かるやろうけど。マジで物入れて明日に届くって。ちょっと前に頼んだ、購入ボタン押したキップエレキがまだ届いてない。でも楽天スーパーセール、え、半
額で買えるんですか、任天堂スイッチ。もういらんけど、それすごいな。20人なんてすぐ、20人じゃないか、数量限定か、20時間そんなんすぐ売り切れるでしょう。知らんけど。お、玉ねぎさん、ハートがいっぱい、ハートがいっぱいだ。ハート何個ですか。ハート何個くれんの。ハート100個ありがとうございます。よっ、ハート100個ありがとうございます。嬉しい。あ、久しぶりです、ゆうさん。西野のプレスサーモン3000円。そんなもんか。ハートじゃない、ボッポーじゃないのよ。ハートね、ハートさあ、もっと高いと思った。3000円なんや。あったかい。水野のってあれじゃないんですか、でもなんだっけ、首まであるやつってなんていうんやったっけ。首まであるやつ、タートルネック。私タートルネック無理なんですよね、苦手で。首に何かがあるの無理なの、しんどくなっちゃうの。タートルネックの服とかは着ない、基本的には。結構順調です、ありがとうございます。え、1時間だけなんや、やっぱ結構順調です。あ、誕生日まで6日。お、あともうちょっとや。ワクワクですね、誕生日まで。誕生日ってやっぱいくつになってもワクワクするもんだ。ね、よいしょ、はい、オッケー。ちょっと一瞬こうやって干してくるから待っててな、みんな。忘れ物はないと。ジュンさんいらっしゃい、待ってたで。ワクワクしないよ。だってアマゾンでも扱ってた。マジで、アマゾンマジ何でもある美容師の客が言ってたけど、男性の横の外羽自体遅れらしいよ。そうなん、確かにあんましてる人見やんか今。足も変化ないな。あ、見よ、今見るわ。カイロ、えじゃん、カイロ探さな。横にあるからあれが。見よ、よっちゃんいらっしゃい。ロコヤムの千人サーファーレベルアップ、ナイスです、ありがとうございます。もうワクワクしない、誕生日。あけちゅーん、私は貼るカイロ貼らないカイロってあるんですけど、貼れないカイロっていうのがあって知ってますか、貼れないカイロ。めっちゃ好きなんですよね
なんで貼らないカイロじゃなくて貼れないにしたんやろって思ってすごい好きなのブレッサーム、あ、ゴルフはブレッサームがいいんですね。へー、なるほどね。外に寄るし、ずっとそれはあるかもしれないですね。便利かも、暖かいの。スキーとかマグマがいいんですか、ジュンさん。全然おらん。ジャニーズ、ジャニーズも、あー確かに最近外跳ね見ないな。多分みんな今韓国 K-POP のアイドルみたいな髪型が流行ってますよね、イメージ。りょうちゃん、まだ席が止まらないんですか。大丈夫、かわいそう。おっちゃんお金ないからヒートテック私もヒートテックや。春帰る、春ない帰る、春ない帰る、帰る。ユキが遊んでる。あ、好きやったら暑なりすぎる。カイロはドラッグストアとかでは買わないんだね。基本的にはドラッグストアで買います。今まで以上にもう二度と人を愛さないと、前の恋でうつむいていた僕も、もう一度誰かのために生きたいと思えた、この気持ちを伝えるよ。あれ？いいねがない。あ、これか、リストに追加、欲しいもんに追加しなあかん。へへへへ、いちごさんこんばんは。今ノーセット見たら韓国ヘアが人気だし、やっぱそうなんだ。私ふわってしてるの好きだよ、ふわふわみたいなやつ。なんか昔から自分でやりたいけどそこまでできやんから短くしてふわみたいなやつって、直毛やしそこまで短くできやんし、そうだからふわってして短い髪の毛とかめっちゃ憧れる。カイロかかったことないんですか、あゆさん。玉ねぎさんそろそろ寝よ、もうお腹痛いし。玉ねぎさん今2週間ぶりに出社して、あ、今日か、2週間ぶりに出社して2分で帰った。あ、そうなんですね、在宅勤務しろという指示が。まだ出てきたあかん言うてでも優しいとこなんですね。アフロはちょっとやりすぎあ、くせっけいいなと思う。私だからないものねだりなんですよね、本当にね。そう、くせっけやから、くせっけじゃないから私、逆に言うと、そういいなと思う。だからくせっけでこうふわっとしてる髪の毛、巻いたらすぐに私もう無理やもん、落ちるもん。くせっけマジ最悪、最悪なの。設計憧れるくせ者です。くせっけだけど髪伸びるともみあげが耳の中に入るようにカールすのが嫌です。それは嫌だそれは嫌ですね、確かにおもろ、それは嫌やな、確かにな、むず。なかなかそれはないから。
オッケー。さて足のマッサージまだしてないからしようかな。会社の事務所の人で一人だけずっと在宅ワークしてる。すごい。そんなありなんですか。クセッケで猫毛だから嫌ですって。猫毛ってどんなんですか。ふわふわみたいな感じ。10代後半から20代前半まで外羽生えてたのに、若い子が外羽を見て寝癖だと勘違い、俺はおっさん自覚した。寝癖ですかって。でも女の子はまだ流行ってるというかやりますよね。私やるし外羽。女の子はまだいい。あ、細い髪が猫毛って言うんや。そうなんですね。じゃあパーマとかしたらやばい、切れちゃう。髪の毛とかこう染めたら切れちゃいそう。そんなの。よいしょ。弱いんだ。クリクリでペタンってなるの？細くて腰のない髪。へー、じゃあ私の髪の毛と真逆や。私直毛で強い。あ、そう、キムタク様で外羽が流行った。結構なんかジャニーズさんたち結構やってましたよね。イメージある。帽子かぶるとぺったんこ。帽子かぶったらそりゃさ、私もぺったんこなんでだね。帽子はかぶったらみんなぺったんこ乗るんちゃうん。多分ちゃうの。兄貴はたわしみたいな子もで直も。たわしはちょっとかわいそうやけど。全部いったんやろうな組織。逆にぺったんこの度合いが違うんかな。もうほんまにぺったんこになっちゃうんや。へえ。そうね。でもなんか私は多分強い方なんですけど、髪の毛海外でも羨ましがられる結構。トーマくん、ってどうした？どうしたどうした？あ、ユウさんも直毛。お揃いっち。トーマくんどうした？直毛だと髪の毛巻いたりするのめっちゃめんどくさい。パーマしたよ私。あの NMB の時私パーマしてたんで結構。単車乗っててヘルメット脱ぐと髪が、あ、ヘルメットはやばそう。確かに兄貴は頭も良くて病院の先生なんで髪でなんか頭も持っていかれた。そうなんですね。りょうちゃんは頭良くないんですか。今のジャニーズ様外羽より韓国ヘア多いから時代を感じてしまう。まだ間に合うで。辰弘さんも韓国ヘアしたらいい。似合うかもよ韓国ヘア。トマくんの映画私は気になって寝られへんかも。頭いろんな意味で良くないでいいだって。いろんな意味で良くないの、どういうことや。気になる。ジェニタル一人も分かりませんって。私の友達が好きなんですよね。そうで4人ぐらいで集まった時にその子はずっとその話をしてくれる。
同じような感じやからさ、私はアイドルとしてステージに立つ側やけど、こうファンの方とこうお話ししてさ、どんな感じでこうなんだろうな、イベントに来てくれてみたいな、そういうのがその子は行く側としてすごい詳しいから、みたいな、チェキとか取れんのみたいなジャニーズとチェキなんか取られへんからってめっちゃ言われる。チェキとかいいなみたいな。って話してない時は韓国ヘアなんですよ。あ、ノーセットヘアみたいな感じ。なるほどね。じゃあいいじゃん、金髪のノーセットヘアかっこいいんじゃない。もう逆に頑張らなくていいっていう、セットにセットに時間をかけなくていいっていう。タイに仕事に行った時、韓国人と間違われた。あれなんですよ、韓国、日本、中国はあんまりちゃんと本当に知らない方やったら違いわからないから結構間違えられますよ。私もスペインで中国人にも韓国人にも間違えられた。日本人って当ててくれる人もでもいる。結構間違えられるですね。そう、金髪の時に中国人の方やったかな、韓国人ですかって言われた。そう、あとは中国語で喋りかけられたりとか、スペイン人と中国人の方に、ごめんね、わからないの、日本人なの言うて。そうそう、顔似てますもん。私たちがイタリア人、フランス人、スペイン人見た時に違いわからないのと一緒。そう、わからないじゃないですか。みんな大体日本って言ったら、外国人って言ったら大体アメリカ人やと思うんですって、やっぱり。で、外国って言ったら大体みんな海外って言ったらアメリカやと思うねんって。日本は中国人が日本人の格好したらわからない説。格好とかもね、だってほんと正直だってわからないじゃないですか。一緒じゃないですか、 T シャツ着てジーパン履いたらみんな一緒じゃないですか。西洋人はどこの国か全くわからんって。そうなんですよね。でも私、そう、最近はわかるようになってきましたね。やっぱ住むとわかるんやろうな、やっぱ慣れなんですよきっと。私たちも韓国人中国人見てなんとなくわかるのと一緒で、まあ、わからない人ももちろんいるけど、そうけど、けどサッカーこの間見とってさ、あー確かにみたいな、モロッコの方こんな感じの顔やなとか、あモロッコっぽいとか、あスペイン人っぽいとか分かるようになってきた。やっぱ分からん人ももちろんいるけど、ハローとか言ってしまうよねって。あそうね、そうね、みんなハローって言うけど、ハローが言語じゃない国の方もたくさんいるみたいなね、いう話ですよね声のボリューム、確かに中国語はね声のボリュームがすごい大きいから。 NiziU とかも同じ格好で同じ化粧してるとわからない。いやわかんないですよみんな。だって何人何人って言うけど、みんな元は同じ人間なんだからね。そうだから言語っていうので分かれるけど、そうそこまでね、何人何人言うって分けなくてもいいんじゃないっすかいう話をよくする。面白いですよね。韓国人顔綺麗すぎる、韓国の顔には勝てんのよって。そうなんだ。あ、韓国、日本と韓国のハーフだから見た目ずるいだって。しかも今韓国の、ね、K-POP すごい流行っててさ、で結構人気ですもんね、韓国風の顔、シュッとしてるあの感じ人気だから、女の人とかやっぱ人気なんじゃない。我々は地球人だそう、宇宙人がもしこう侵略してきた場合、私たちは全員一緒ですからね。そうそう、地球人だよ。
面白いですね本当に。で思うのがそう、国と国でも言語が似てたりとかやっぱあるから、違うところはもちろんあるけど似てるって言うとやっぱ元は一緒なんやなとかさ思って。サッカーといえばキングカズさん、えポルトガルの2部リーグに移籍かも、55歳で現役、すごい、めっちゃすごいですね。サッカーなんてめちゃくちゃこう体力使うのに。でも韓国人の見た目目指すことを今心に誓ったわやって楽しみ、達弘くんのイメチェン。磯黒さんこんばんは、また見せてください。金髪もまだ見てないでも私。みたいな。顔いじるんって達弘さん顔いじるん言われてんで、メイクとかでできそうじゃない。あらイベントの主催なの明日りょうちゃん、大丈夫ですか、席が心配。席はまあ出た時は出た時ということで、なんかトローチとか咳止めの飴ちゃん舐めといて、とりあえずね喉はいたわって、保湿大事やから温かいもの飲んだりとか蜂蜜レモン飲んだりとかして喉はいたわってください思い切り顔いじるかってお金あるからお金あるから出ちゃう。上田さんの金髪想像できないっすって、あゆうさん、なんと私去年の夏金髪でした去年のカレンダー金髪ですよ私、全部ね、去年の去年じゃないわ今年や、2022年のカレンダー全部金髪なんですよ。今回は違うけど、マイクでずっと実況的なことしないといけない、やば大変、りょうさん。明日に備えての今日家でやれやったのかもしれない、在宅でやれやったのかも。よいしょ、この写真は金、この写真は金じゃないですね、これは茶色。金髪の写真あるかな、ちょっと待ってよ、多分あるよ、見る見る、金髪の写真多分ね、このデータフォルダ行ったらあると思う。金髪、金髪どれにしよっかな、めっちゃ金がいい、一番金かなみたいなやつにする。あこれはこんな、あでもちょっとドアップなんだけど、見せるだけやから一旦このドアップでいい、こんなん金髪。あ、トシさんはじめまして、いらっしゃい、こんにちは。大学生の頃バンドやってて金髪ロン毛の時女の人と間違われた、え、おさまりさん、やば、それおもろすぎる。男やで叫んだ。キュキュさんお疲れ様です、こんにちは。そうそう、カレンダーは全部金髪です、今年の。うん、確かにファッションも韓国みたいな服流行ってる。え、えみち金髪ショートのイメージあるって、そっか、達弘くんはこれぐらいの時によく着てくれはるようになったからかも。全然似合いますね、本当やった、維持が大変そうって。確かに金髪って維持が大変そう、私もそんな長い期間じゃなかったから別に。これがでも一番金髪やけど、
ここまで落ちる前まではそこまでやって、どこにあるかな、どこにあるかな、めっちゃかっこいい写真がいっぱいあんねんけど、あ、こんなんこんなんがめっちゃかっこいいよ、こんなんでした。あ、りょうちゃんおやすみなさい。明日はもう、じゃりょうちゃんが一番頑張ってください明日はりょうちゃんの頑張る日、無理せずにでもちゃんとアメちゃんなめて頑張ってな。あ、紫シャンプー使ってた。あ、でもピンクシャンプーも使ってたよ私。多分この時ピンクシャンプーかも、この今の写真の時。ピンクシャンプーと紫シャンプーは多分さっきの写真の時ぐらいかな。かっこいいですね、だって嬉しい。そう、あの金髪ショートがもう最高に好きで、私個人的に白っぽい気になれたよね。そう、なんか多分この今のこの写真の時がピンクシャンプー使ってからちょっとピンクで、さっきの時がちょっとだけ白っぽい金でしたね、多分色も落ちてって感じ。あ、明日練習なんですか、すごい。とかさん頑張って、いけてますね、かっこいいっす。やったやったん。こんな感じです、私の金髪の時、ね、金髪に本当は戻したいんですけど、ちょっと無理だな、我慢しますか。あ、どの時やったかな、ピンク、あ、この辺も金髪や、全然金髪や、結構金髪、夏ぐらいまで、今年の夏ぐらいまで金でしたね私。このよいしょ、ユニバーもこれやしめっちゃ写真見せる、これだいぶ最近し、5月のいちご狩り、どれ、あ、ちょっと待って、画像消えちゃった、画像が消えちゃった。5月にいちご狩り行った時も金髪やわ。これはでも待ち受けやった今の、俺以外に美容詳しいじゃんって。確かに達弘くん、さすがさすがやな、人前に出る職業だから。今の亀田さんは清潔感があります。そう、あの CM をするっていうあれで清潔感を出そうと暗くしたんですもう金髪もすごい好きで、明るいの大好きで、そう明るくしたいんですけど、じゃんけんマン、じゃんけんマンが待ち受けなんですか。そうです、こんな感じでした私の髪色をご紹介でした。あとは何が面白いかな、なんか面白いのあるかな。あ、ショートのイメージがありますよね私。ショートのイメージがあると思うんですが、結構長かったっていう写真も見ます。じ
ジャンケンマン結構そうですね、初期です。マジでジャンケンマン待ち受けにしてくれてるの？はい、結構長いでしょ。結局寝ずに2週目。玉ねぎさん寝ないと。いちご狩りなんか子供の時に行ったきり行ったことないって。そう、お友達と行こうってなって、お友達に運転してもらって行ってきたの。玉ねぎさんハートありがとうございます。ふうちゃん映ってない。私の髪型見せんのに風花映ってたらどっちってなるやろ。ミンチ助けて。どうしたんトーマくん。じゃんけんマンってバーの形の被り物で顔白塗りしてるやつ。そんなんしてないな、エミカしてない、そんなん。あ、うわ、バリバリいいっすねって。やったー、ありがとうございます。ふーちゃん撮ってるから。玉ねぎさん寝さすためにもう配信終わろうかな。ゆきおさん、いえ、ありがとうございます。エミソさんに僕が映ってる YouTube の少しから。マジですか、嬉しい。とっつひろくん、そこを待ち受けにする人なかなかおらんけどな。母ちゃん、お母さん、じゃあ私もそろそろ寝るから終わろうかな。洗濯物もしたし、ストレッチもしたし、そろそろ寝ましょう。はい、ではランキング読んで終わりたいと思います。いきます。13位なべちゃん、12位かずさん、11位みっちゃんさん、10位隊長、9位 100m ランナーさん、8位手巻き寿司王さん、7位なべちゃん、6位ターボー、5位しんじさん、4位六甲山の仙人さん、3位ともっちさん、2位ウーカメインの箱押しさん、そして1位は玉ねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。ふふー、あ、ふうかのことね、母ちゃんって。ありがとうございました。それでは皆様また明日会いましょう。いい夢見てください、いっぱい。どうしようかな。どうしようかな。ラジオ配信の写真がだいぶ昔の私になっちゃったので、昔の私やから、これこれにしてみよう。あ、舞台待ってます。ゆうさん本当にありがとうございます。イエイイエイイエイ、とっちゃんお疲れ様。ご入浴もうね、入浴終わったから今から寝ます。じゃあね、また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。ブエナスノチェス、バイバイ、またねー。